西漢方薬店の西です。1分でわかる生薬解説、本日は活石になります。活石には軟活石と硬活石の2種類があります。軟活石は天然のケイ酸アルミニウムで、硬活石は天然のケイ酸マグネシウムになります。日本では神聖な活石は軟活石とされ、正倉院に保管されている活石は軟活石になります。硬活石はタルクとして、ベビーパウダーとして使用されています。漢方の働きとしては、排尿異常や血尿、尿量減少に用いる利尿作用、初期あたりや熱性症状に用いる清熱作用、粉末を湿疹などの皮膚疾患に概要する保護作用などがあります。代表的な処方に、膀胱炎や尿道炎などの感染症に用いる五苓散、血尿や尿理が悪い時に用いるチョレイ湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっておりますので、ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。